この試合勝たなきゃいけないの。シナトリプロレスの未来がかかってる。舞さんにリングの上に立ってほしいんです。危ないと思ったらすぐに試合を止めるから。舞さん、よかったじゃない。スミデさんの状態はレベルを捨てばプルス未着です。わかった。本番ヘッダー、ヘッダーさん、はい、8時を切っています。76です。超本番、はい、輸液早めて。はい、せいぜい酸素はボリトル。本番押し寄せる緊迫感、最強女子の祭典マッスルガールカップ2011が今開幕です。1日限り夢のワンデートーナメント、今年はどこが栄冠を手にするのか。今回の実況は私辻吉成がお届けしてまいります。魚沼舞の膝は持ってる試合、万が一決勝に上がったとしてお前なら赤子の手をひねるようなもんだ。全力で潰しますよ。プロレスどころか二度と立てないようにしてやれ。舞、みんな行くよ。白鳥プロレス代表魚沼舞選手、攻める攻める、序盤から攻めまくる。入りました情報によりますと右膝を負傷しているとのこと、大丈夫でしょうか。あっと膝の踏ん張りが効かない、かなり悪い状況なのか。しかし執念、執念で魚沼舞大事な初戦を突破しました。しかし膝の状態はどうなんでしょうか、心配です。さあ例年以上に熱く燃え盛っておりますマッスルガール、ボリション式脇固めが決まった、決まった。もはや攻撃することさえ自殺行為だ。ギブアップ、ギブアップ、ギブアップ、サンサンサン、ギブアップ、サンサン。ここでも勝ちました。魚沼舞、這いずって這いずり回って掴んだ勝利、決勝進出です。強い、やはり強い。スカウト高校楽々の決勝進出。これによりまして決勝戦は因縁深い白鳥プロレス VS 青原軍の戦いとなりました。舞さん、あと一つ、あと一つ。舞、もういい。まずさ、私やるから。舞、
絶対に試合止めないで、絶対に勝つから、勝って賞金1000万と君のネックレス取り戻すから。私が白鳥を救う、絶対負けない。分かった、舞行くよ。スカル、行くぞ。はい。楽しい決勝戦の始まりだ。さあ、ついに、ついにやってまいりました。マッスルガールカップ2011決勝戦。勝つのはどっちだ。地獄からの使者、青バラ軍、スカル強子か、平成のど根性ファイター、白鳥プロレス、魚沼舞か。家族なんだから、一緒に笑ったり一緒に喜んだり一緒に怒ったり泣いたりするから家族なんだよ。千穂や、ほんま、まもなく最強のマッスルガールが誕生しようとしています。瞬きすら惜しい。今、運命の鐘が鳴った。さあ、マッスルガール。まあ、千穂や、マジで大変だもんな。もちろん다시만나는데가이런데라서기분은어때?너무좋아.다좋다구나.나꼭가야되는데있어.그아가씨한테가는거니?지금되게중요한시합하고있어.나도같이싸우고싶어.소중한사람들이구나.또하나의가족.그렇다면외롭게해서는안돼.엄마,나이제괜찮아.그러니까갔다올게.
中、凶器を隠し持っていました。エフリー反則だろ。エフリー、おっと、何か様子が変だぞ。まさかまさかレフェリーも青原君サイズなのか。そりゃないぜ。あー、えぐすぎる攻撃、見ていられない。いつでも諦めていい。じゃけんじゃな。いいじゃけんじゃな。流すつもりもなかった涙が勝手に頬こぼれていく。この体じゃ無理よ。何言ってんだよ、できるって。絶対に試合止めない。私が白鳥を救う。絶対負けない。カウントが進む。20カウント以内にリングに上がらなければ失格、負けとなります。さあ、どちらが先にリングに這い上がってくるのか。うわー、ひどい、弱すぎるぞ。青原君、前両軍セコンド入り乱れ。これは大変なことになってしまいました。まさに喧嘩祭りだ。僕は許しません。八田さん、ワン、ツー、マイ、頑張って。